さやかにやまの SNS 恋愛相談所。ありがとうございます。さあ今回も始まりました。今回のゲストはなんと相席スタートケンさんです。お邪魔します。すいません、ほんまにありがとうございます。とんでもないです。寄せの合間にありがとうございます。素敵な場所に呼んでいただいて、いや本当にもう東京からの、ね、はい、方ということで、はい、ちょっとケンさんも、うん、恋愛は、はい、どっちかっていうとその、うん、恋愛相談みたいなされる方ですよね。そうだね、割と今までされてきたけど、でもやっぱ結婚したらさ、はいはい、なんか筋肉が鈍るっていうかさなんか分かんなくなっていくあよね、だんだんあれですか。結婚は一応その K さんの、うん、今までそのまあ恋愛 の, そのノウハウの成就っていう感じでもない結婚なんですか、どっちかっていうと。逆に、はい、その最後その今の旦那に関しては、はい、一番何もしてないみたいな感じ。今まではなんかこうしたらいいかな、したらいいかなとかって考えて、それがまあ実ったり実らなかったりだったんだけど、はい、結局結婚した人は向こうがグイグイ来た人だったから何のノーテクニックでなるほど、そう、培ったものを別に使わずに何の意味もなかった。まだタイミングですもんね、ほんま出会いとタイミング。そんな感じだったよね。そうですよね、うん、じゃあもうちょっと、はい、そうですね、いつもの決め方でいきましょうか、うん、ケイさん何月何日生まれかお伺いしてもいいですか。はい、私6月13日です。6月13ということは、はい、13ページ13ページの、はい、上から 1,2,3,4,5,6 で一番上に行きましょう。なるほど、了解、はい、はい、姉貴さん20代の方です、うん、最近私の誕生日があり、うん、彼氏がサプライズでディズニーに連れて行ってくれてとても嬉しかったです、うん、でもこんなにすごいお祝いをしてもらったので彼氏の誕生日にどんなお祝いをすればいいのかわからなくなってしまいました、うん、男性が誕生日祝いで嬉しいと思うこと、場所などを教えていただきたいです。なるほど、あ、なるほど、ちょっとやられすぎてどうしようってなってるっていう、プレッシャーになっちゃうのか。男性もやっぱりその女の人はしてあげた分返してほしいっていうのは結構ある人の方が多いと思うんだけど、はい、なんか男の人ってあんまりそんなことするので結構嬉しくって、はい、同じ量返してほしいってそんなに思ってないっていう印象があるんだけど、どうなんだろう。やっぱり女性の方は思うんですか、うん、これあげたのにこれやとか。女性の方が思いそうな気がするよね。やっぱりそのしてあげた分返ってこないってことは私が思ってるより大事に思ってないんじゃないかとか。はあ、やっぱその女性は1やったら10勝手に妄想して嫌われたんじゃないかとかなんか思いがちなところがあるから。それって別に腹立つ方じゃないってことですか、なんでこんなに少ないのじゃなくて不安になる方なんですかね、うん、あ、それもどっちもあると思う。私だったら腹立つ方だけど腹立つ方なんですこれだけかよとかって思う方だけど、なんやなんか不安になる方の言い方してた男性はなんかあんまりなさそうな気がするんだけど、してあげて喜んでくれて嬉しいみたいな。なんか私がまあ別にサプライズってほどじゃないけど、はい、すごいあの学生の頃もお金もないし、はい、でもなんか誕生日お祝いしたいってなった時にあのハンバーグを作って、はい、あのローマ字のパスタで、はあはあはあ、ハッピーバースデーって言って、はいはいはい、ローマ字のパスタ照れながらおめでとうってやったらめっちゃ喜んでくれる、学生時代そう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 、なんか別にそれぐらいのことでも十分喜んでくれるっていうか。そうですよね、うん、なんか男の人の場合そんな気はするけどね。でもやっぱりしてもらった分返したいっていうその愛情があるんだろうね。でも僕の中でこの彼氏がサプライズでディズニーは、うん、あの彼氏も半分ディズニー楽しんでると思うんですよ。うん、確かに。だから意外と、うん、なんかそんなに感謝しちゃうんでというか。ああ、なるほどね。すごい。なんか言ってること分かります。わかるわかる。サプライズで連れて行っただけで、うん、彼女一人で行かしてたら、うん、まあまあそうね。ね、その極端に言うと、でも彼氏も行きたかったと思うんですよ、彼女と。あ、結論出ました。あ、もう早い。はい。お、まとまった？結論。うん。そんなに感謝せんで。あ、本当？いや、感謝はしつつ、うん、ただそんなに彼氏も十分楽しんでるから。確かにね。ウィンウィンやとこれは。うんうん。あんまりね、そんな、まあ、気持ちはなんか このことを伝えたらいいんじゃない、なんかそう思ったんだけど、うん、私があのこうあして何かあげたかったものはこれなんだっていうことを。そうですね、逆にそれやっちゃうともうどん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 こうインフレがね。そう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 、ほんまや、世界もね今物価高やのに、うん、カップル間の物価高も重なったらそうそうそう、余計大変なことになりますよ、ね、なるからもう気持ちで、なんか気持ちがこもってればいいと思うけどね。まあ、そうですよね、極論言うと、うん、ほんとほんと、うん、
さあ、ということでこんな感じで、はい、もう一つ、はい、じゃあ、ケイさんの、うん、どうしよう、旦那さんでええか、もう一個誕生日行こうかなって。あ、なるほど。あ、じゃあ旦那は10月14日です、はい、あ、僕近い近い僕10月17日です。あ、近い近い天秤座近い、天秤座です嬉しい、ケイさんの旦那さんと星占い一緒嬉しい。じゃあ14の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、桃色さん、うん、あ、いいですねこれ。あ、かわいい。桃色さん10代です、うん、まあ中3ですということで、うん、小5からずっと好きな人がいます。なるほど。でも今年受験生で高校もバラバラになってしまうので、うん、どうにか告白したいんですけど勇気が出ません。うどうすればいいですかと。なるほど、ね、中学は一緒ってことだよ ね、 ね、そういうことですよね。多分だから5年ぐらい好きなんですね。これえ、ケイさんは小中学校の時告白とかされたことありました？うん、私は、はい、中学から私立に行ったんだけど、はい、小学私も小学生の時に好きだった人のことがなんとなくずっと好きで、はい、中学でなんか私私立とか別々になっちゃって、はいはい、で夏祭りで再会したの。いいでしょ。いいですね。で再会して、はい、やっぱり好きだと思って、はい、当時家電に卒業アルバム調べて、電話して、はい、告白してちゃんと振られて、あ、はいはいはい、で振られたら、はい、なんかこう一個次はもちろん悲しかったけど、はい、そりゃそっかみたいな感じで吹っ切れたから、はい、だからまあそれもありだなって思う。ただこの子の場合でも同じ学校に行ってるから私違う学校だったから、はい、その後の気まずさはないよね。そうですね、うん、それぐらいかな、その中学校中学生の時、うん、ちょっと小さい遠距離じゃないけどそんな感じですもんね。そうそう、会ってないし。でも卒業のタイミングは結構便利っちゃ便利だよね。そうですね、だってもう12月とかになるわけだから、うん、気まずくてもね、言ってもあと2ヶ月、3ヶ月のことだから。そうですね、しかも受験やったらある程度終わったら、そうだよね、ね、早めには終わるから、うん、ちゃんと告白して、うん、あの、まあ、OK だったら一番いいけど、うん、振られないと、なんか無駄な時間過ごすこと、そう、なんとなくずっと心の中に残って、高校入ってもなんか忘れられない気がしてるだけで、実は振られたら意外と忘れられたり、はい、まあ、すごいちょっと大人の意見になっちゃうけどはい、はい、この桃色さんはね真剣に悩んでると思うんだけど、はい、絶対どっちか一回結論出した方が絶対いいと思うんだよね。そうですね、うん、何もしないのが一番マイナスですもんね。そう、その後の高校生活での出会いを、うん、本当はそういう素敵な出会いだったのにいや私なんか好きな人いるからってかそう思い込んじゃって、うん、そうならない可能性もあるから、もう告白しないのがありえないぐらいの、うん、絶対した方がいいと思うけどな。ねえ、うん、勇気が出ません。勇気が出ないのは、うん、あのそうやと思うんで、うん、勇気ないまま告白してみたらどうですかね。そうね、はい、とまあ、好きですとかってちょっと言いにくかったら、はい、例えば卒業式の日に連絡先書いた紙を出して、はい、あの1週間待ちますで、それまでにもし何もなかったら諦めますって言って自分で期限決めて待つとか。そうか、いや僕それされたらちょっと嫌なんですよね。あ、ほんと？なんでなんで？ちょっと重たい子なんかなって思っちゃうんですよ。なんかもっと、もういや言うんやったら言うてきたらええのにって思っちゃう。あ、そう、なんか試されてるみたいな。なんかちょっと、じゃあもうやっぱストレートがいいのか。これ今までの相談でね、うん、あったのが、うん、好きですって伝えて卒業の時に、うん、で ありがとうって言われてそのまま終わって、うん、どうやったかわからんとかもあるんですよ、たまに。いやでもあるだろうね。絶対付き合ってくださいまで言わんと自分の願望まで、うん、付き合ってくださいって言って絶対返事をもらった方がいいよね。そうですね、うん、そこまで言ってこその告白というか、うん、そうじゃないとあんまり意味がないよね、うん、じゃあもう結論、うん、行けっていうパターンが結構あるんですよ、結論の、うん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 、今回は完全に行け、そうだね、なんですよね。もうちょっと言い方で変えますわ、うん結論、うん、いけもううだうだ考えずに、こんな機会ないから。いや、そうそう、でここで勇気出すことはもう、うん、絶対プラスになるから。絶対そうだと思う、うん、プラスにしかならないということで、はい、ありがとうございます。もういい感じで、うん、今回も2ついけたんですけれども、はいはい、
まあ、ちなみになんですけど、うんうん、いつもまあちょっとあのゲストの方にも聞いてるんですけど、はい、なんかこう過去の恋愛相談でもいいし、うん、あの時どうしたらよかったんやろうもあるし、うんうん、まあ、今の恋愛相談もあるし、うん、何かこうありますかというコーナーもあるんですけれども、じゃあ学生の時の、はい、私もだからちょっとモヤモヤしてまだ残ってることがあって、はい、大学生の時に、はい、なんか、まあ、ちょっとすごく変わった人だったんだけど、はい、いいなと思って好きですって言ったら、はい、君は僕を好きなわけじゃないって言われて、はい、なんか君は僕を攻略したいだけだみたいな、僕のことを変わってるって思ってるっぽいから付き合ったらどういう人か分かるんじゃないかって思ってるんだと君は多分思うんだけど、僕はこれでしかないから、なんか君は好きというか気持ちじゃないって言われた。でちょっとどうしていいか分かんないなんかその告白に対してその変な返答された時、はい、あの時なんかこうしたらいけたっていうのあったのかなと思って、僕のことを好きなわけじゃないんだよって言われた時に、そんなことないですって言ったらいけたのか、どうしたらよかったんだろうっていうのはずっと、それ言われて、うん、まあまあダメだったってことですよね。うん、そうだよね。その方は結構あれですか、うん、プライベートもなんか、うん、一緒にその性格とか知ることはあったんですか。サークルの先輩で、はい、だからみんなで遊んだりとかしたことあったけど、はいはい、2人でどっか行ったこととかはあんまりなくて、はい、でも恋愛感情じゃなくてもええやんとは思うんですよ僕普通に聞いて。なるほど。付き合うスタートが、うんうんうん、ね、恋愛感情なく付き合って恋愛感情になっていくパターンってあるじゃないですか。確かに、うん、興味があるっていうことでええやんとは思うんですよ、うん、確かに。それだ、そういう風に言うまでの熱意は私になかったのかもな。その時に K さんが、うん、恋愛感情なくて何がいけないんですか、私はあなたに興味がある、これがスタートの恋愛もあっていいじゃないですかって言われたら、うん、なるほどねって勝手なイメージですよね。なんかそういう理論派なんじゃないですか。そうそうそう、なんかそういう人だった。で、あ、一理あるねってなる部分で押せたら分かんないですよ。確かに可能性としてはあったのかな。可能性としてはそっちの方があったんちゃうかなとは。なるほどね。そこで変にこう踏み、単純に踏みとどまるより、うん、よく考えてみてくださいよみたいな、うん、そちらもそう来るんだ、こっちもリズムでみたいな。そうみたいな。あ、なるほど。じゃあ付き合ってみるみたいな。あ、でも確かに1個道があるとしたらそうだったかも、はい、めっちゃキモいカップルになりそうですけど、めちゃくちゃ気持ち悪い、ね、あ、今回の3つ、はい、ちょっとやらせていただいたということで、うん、まあこんな感じでまたやってるので、はいはい、またあの気軽にというか、ぜひ、はい、あの筋トレしに来ます。あ、よろしくお願いします。ちょっと生った体を生ってるんで、はい、ぜひお願いします、ね、お願いします。ということで、さやか新山の SNS 恋愛相談所でした。ありがとうございました。そういう人も連絡取ってないですか。全く全然取ってないんだけど、気になりますね。そう、でも何年か前に急に間違いメールが来て、はい、間違いメールなんて来ると思って。来ないです。来ないよね無視してやった